はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらとこちらですね。デュエルマスターズの超メガ盛りプレミアムセブンデッキ集結炎のジョーカーズときらめけ DG 調度です。はい、ということでこのデュエルマスターズの超メガ盛りの2ボックス早速開けてみましょう。はい、はい、これ自体がストレージボックスになってる。すごいよね、これ絶対そうだよね。うん、うん、おお、こっちがカードでしょ。あ、これがスリーブ。おお、いっぱいある。こっちがデッキケース。これちゃんとしたデッキケースなんだこれね。うん、こう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 、この厚紙を反対に入れることでここにカードいっぱい入れられるでしょ。これ嬉しいわ。あ、はい、ということで中身見ていきましょう。まずは集結炎のジョーカーズからですね。これがプレミアムデッキってやつだね。40枚の構築済みのデッキになってます。これがプレミアムプロテクトでね、スリーブになってますね。42枚入ってるのか、ますか、2枚余分に入ってる。続いてこちらがプレミアムデッキケースだね。これちゃんとしたあのプラスチックのケースになってるね。紙だと思ってた、正直。ちゃんとしたやつでしたね。確かに素晴らしい。これがプレミアムカタログで、うん、中にいろんなカードリスト出てます。素晴らしい、うん、はい、こちらがプレミアムコミックだね、うん、1話分入ってるの、上辺の1話分が再収録されてるのと、あとこっち消しカスくんが教えるデュエルマスターズ必勝ブックっていう。ああ、なるほどね。これもなんかやり方的な漫画があったのかな。そう、あとこれがプレミアム DVD で、アニメが4話入ってるんだって。お、55分分だってさ、うん、これがプレミアムプレイマットですね。でこれが紙だったね。すごいね、これ普通のあのマットだと思ってたらこれは紙でした。ちょっと残念かな、うんうん、でもまあかっこいいよ、ね、こっちはなんかポスターみたいになってるんでね、すごいかっこいい、ね。はい、続いてきらめけ正義 DG 調度の方だね、うん、これがプレミアムデッキだね。そしてこれがプレミアムデッキケース、うん、ちゃんとキラー描かれてるね、はい、プレミアムプロテクトの方もちゃんとキラーが描かれてます、うん、それで、プレミアムカタログと DVD とコミック、うん、これはジョーと一緒だね。全く同じものが入ってますね、はい、はい、でプレミアムプレイマットの方はちゃんとキラーの方のデザインになってますね、うん、はい、裏側にするとこの DG が大きく描かれてるね、うん、怖い感じになってますけどね。はい、ということでプレイマット敷いて、でスリーブにカード入れて、セットしてみました、はい、じゃあ早速ジョーのデッキ対キラのデッキで戦っていきましょう。最初はグッジャンキンポイ、はい、くっしょ、はい、くっしょ、デュエマースタート。さあ久しぶりだね、うん、さてとちょっとね、あの狭いんだよ、うん、なんでマナゾーンとかバトルゾーンを気をつけておきましょう、うん、はい、マナチャージ、ターンエンド、ドロー。じゃパパもマナチャージでターンエンド、はい、ドロー。マナチャージ、2マナ使ってやったらマン召喚、はい、ターンエンドです、はい、ドロー。2マナ使って、おお、シリアス、奇跡、トーパーズを召喚。ああ、トーパーズはネオ進化じゃなく、そうだね、ターンエンド、はい、アンタップ、ドロー、マナチャージで1マナ、メラメラジョーカーズを唱えます。何これ、ジョーカーズ1枚自分の手札から捨ててもよい。そしたらカード2枚引く。1、2で、コラージュ女で墓地へ、はい、して1マナ使ってやっとレモン。なるほど、こういうこともできるよ、ターンエンドです、はい、じゃあワンタップしてドロー、マナチャージ、3マナ使って絶対の恐れ崩壊。おっと、なんだこいつは。相手が自分のマナゾーンにあるカードの枚数よりコストが大きいクリーチャーをボトルゾーンに出したとき、相手はそれを山札の一番下に置くってやつだね。これ以上のコストの大きいクリーチャーは出せない。やったりマンの効果で下げてもそれは出せないです。あ、ということはジョーカーズオーバーエクスプロードも使えないってこと。そうだし、やっべ、まあ、そういうことですね。あかんの出された。で、奇跡トーパーズでシールドブレイクしておきます。バリーン、なしです。はい、ターンエンド、あ、アンタップ、ドロー、マナチャージ、1マナ使ってメラメラジョーカーズ。あ、また激震を捨てます。はい、
超加速バイクスロープロードから使うに。あ、そっかそっか。1、2、はい、で呪文で消えて、はい、1マナ使ってジョーカー、はい、おお、そうですか。1、4枚、4枚見て、パパに見せないといけないもんね、こっちは。バイナラドアを手札に加えます。バイナラドア、はい、イメージが違うやつで、あとは残りは一番下へ次のポチ、はい、タインドです。アンタップ、ドル、マナチャージで4マナ使って石眼の裁きを唱えます。やべえ。この場合、相手のクリーチャーは1体タップします。次の相手のターンの始めにそのクリーチャーはアンタップしません。で、プラス、これは呪文なんですけれども、うん、この呪文を手札から唱えた場合、うん、今回唱えたね、うん、自分のシールドを1つの上に表向きにして置きます。え、ということで、まあ、ただこれはどうでしょう、ここに置きますわ、うん、ただこれはシールドトリガーも加わるんだけど、うん、1枚のシールドになります。おお、つまりこれ、もしだよ、この下にシールドトリガーがあったらダブルシールドトリガーという。で、まずトーパーズでシールドブレイク、パリーン。シールドトリガー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のパワー2000以下のクリーチャーを全て破壊する。あら、破壊けーブーン、しまった。スマップもクリーチャーので場に残ります。はい、やったりを破壊しません。シールドブレイクいっときます。パリーン、なしです。はい、ターンエンド。アンタップ、ドロー。じゃあバイナルドアをマナチャージ。ジョーカーズオーバーエクスプロード1プラスやったれマン2枚の効果で3マナ減らして2マナでカメライフを召喚。なるほど、出せますね、それは。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のパワー4000以下のクリーチャーを1体破壊。あ、しくった。ボーン。カメライフをまず一番下に置いて1ドロー、はい、じゃあスマッポンでシールドブレイク、はい、ありました。よし、じゃあやったれマンでもシールドブレイク、はい、なしです、はい、タイドです。アンタップ、ドロー、はい、マナチャージで2マナ使って1番対クリスタを召喚。おお、ターンエンド。よし、きた。アンタップ、やばい、ドロー、マナチャージ4マナでビギニング・ザ・メラビートを召喚。おお、このクリーチャーが召喚によってバトルゾーンに出た時、ジョーカーズ・オーバー・エクスプロード能力を持つジョーカーズを1体自分の手札からバトルゾーンに出す。このターンの終わりにそれを自分の山札の一番下に置く。下に置いたらカードを一枚引く、はい、超絶級激震王を召喚。ボア、スピードアタッカー、ダブルブレイカー、効果発動。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンにある自分のジョーカーで一体につき相手のシールドを一つブレイクする。え、1、2、3、4、5、ファイブブレイク、全部バーン。できないけど、じゃあこれ3枚、あ、2つありました。はダブルシールドトリガー、やべえ。まずは、シールドトリガーで光のコスト5以下の進化でないクリーチャーを自分の手札からバトルゾーンに出してもいいか。おっと、じゃあこちらを出しましょう。戦の傾き五棒ですね。で、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から1枚を裏向きのまま新しいシールドとしてシールドゾーンに置いてもいい感じです。無駄だよ、言いました。で、この子はこれでおしまいだね。ラビリンスを発動しないです。はい、呪文なんで、ね、こっち。で、もう一つこの子、裁きの紋章だ。はい、石眼の裁きだね。相手のクリーチャーを1体選びタップします。次の相手のターンの始めにそのクリーチャーをアンタップしない感じですね。この子タップします。ビリングザムラビート、はい、タップ、はい、これはおち。よしですね。ならスマッポンでシールドブレイク、はい、パリン、来い、来たー、来なかったー、よしよしよし。シールドトリガーじゃないです。やったれマンでダイレクトアタック、ボーンとバーン。
しい感じだったな、これやな。しかも手札にまだこの2枚が控えておりました。なるほど。ビギニングザメラビート強い。そうだね。怖い、ね、使えるわ。ちょっとまだ慣れてないからね。もう一回やるか。うん、はい、はい、じゃあ第2回戦目いきましょう。最初はグッジャンケンポイ、アイクショアイクショ、デュエマスタート。今度はご飯か、ここか。マナチャージターンエンド、ドロー。マナチャージ1マナ使ってメラメラジョーカーズ。あー来た。ヘリコプターを捨てて1、2枚、2ドロー、はい、これも墓地に置く、はい、ターンエンドです。ドロドロドロ、マナチャージターンエンド、アンタップ、ドロー。マナチャージ1マナ使ってメラメラジョーカーズ。またか。ジョ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 ーカーズを捨てる。あ、そう。1、2枚、メラメラジョーカーズを墓地に。で、さらに1マナ使ってメラメラジョーカーズ。またヘリコプターを捨てて1、2枚ドロー。それでメラメラジョーカーズを墓地に置いてターンエンドです。手札がドロー。もうこんなに増えた。はい、マナチャージで3マナ使って絶対の恐れ妨害を召喚。出たー、また来た。ターンエンドです。アンタップ、ドロー。マナチャージ、ターンエンド。アンタップ、ドロー。これマナチャージで4マナ使って竜走者バーナインを召喚。このクリーチャーまた自分の他のメタリカがバトルゾーン出た時カード1枚引いても良いということなので、今出たので1枚ドローします。はい、ターンエンドです。ドロー。マナチャージ2マナ使ってやったりマンを召喚。ターンエンドです。アンタップ、ドロー。マナチャージで2マナ使って1番隊クリスタを召喚。おでメタリカなので1枚ドロー、うん、2マナ使って絶対の恐れ妨害をもう1体召喚。あ、終わった。メタリカなのでもう1枚ドロー。バーナインでシールドブレイク、パリーン、スマッポン。あー、まただ。2000以下のクリーチャー破壊、2000以下のクリーチャーを破壊。クリスタが破壊される。ターンエンドです。はい、アンタップ、そしてドロー。マナチャージ1、2、3マナでカメライフを召喚。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時相手のパワー4000以下のクリーチャーを一旦破壊。バーン、1マナでヤッタリマンを召喚。スマッポンでシールドブレイク、はい、シールドトリガー DNA スパーク、相手のクリーチャーを全てタップします。うわー、ちょっと最大のピンチに来た。そして自分のシールドが2つ以下であれば山肌の上から1枚目を裏向きのまま立って、あ、これはないね、呪文、はい、なので呪文に戻ります。で、このカメライフは墓地だ、墓地じゃない、山札の一番下。ここで山札の一番下へとで1枚ドロー、ワンドロー、ターンエンドです。はい、アンタップ、ドロー。マナチャージで3マナ使って奇跡マクーロを召喚。マクーロ、はい、メタリカなので1枚ドローしますね。お、はい、このクリーチャーがバトルゾーン出た時自分の山札の上から3枚を見る。その中からメタリカを1体または呪文を1枚相手に見せてから手札に加えても良い。これはここでオブシディア DD が出たらやべえな。あー、残念。よし、奇跡マクーロを手札に加えます。マクーロで山札の一番下に置きますね。これはもう1体出るパターンか。2マナにします。2マナ使って奇跡マクーロですね。奇跡トーパーズになんとネオ進化します。お、コストを下げか、そコストを下げるけどパワーが上がる、うん、ネオ進化します。はい、まず奇跡トーパーズでスマッポンを破壊。やっぱ続いて
妨害でやったりも破壊。あーやばい、ちょっとこれはやばい。バーナインでも破壊。バーン、あーターンエンドです。一人もいなくなった。アンタップ、ちょっとドロー。マナチャージ1マナ。ジョーカーズ、これにもうかけるしかない。パーリーなよ、手下に変えます。はい、山札の一番下に置く。ジョジョジョをポチ。ターンエンドです。ターンエンド、おっと、ちょっとこりゃドロー。マナチャージ、3マナ使って、奇跡マクーロを召喚。手札3枚見て、手札じゃない、山札3枚見て、バーナインを手札に、あ、ごめん忘れた、1枚したね。マクーロを召喚した時に1枚ドローするの忘れてた。あ、そうだ。また4マナ使ってバーナインを召喚。あー、またドロー。ドローです。で、この子たちは召喚用意中。結構やられるかもしれない。でシールド破壊しとこう。パリン、なし。シールド破壊しとこう。パリン、なし。シールド破壊しとこう。パリン、なし。おし、ターンエンドです。アンタップ、ドロー。マナチャージ。4マナでカムライフを召喚。あ、カムライフ、4戦か。あ、破壊。はい、破壊。3マナ使って、パーリナ。パーリナ。この効果。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、カードを1枚。自分の墓地からマナゾーンに置く。はい。1マナ使って、ジョーカーズ。やったれ、魔王手札に。あ、はい。ターンエンドかな？だったらこれ、ターンエンド。よし、カムライフで、カムライフを一番下に。一番下に、一番下に置いて、一番ドロー、ドロー、タイド、はい、アンタップします。ドロー、マナチャージでまずは2マナ使って、一番対クリスタ召喚。うん、クリスタドローね。それでドロー。4マナ使って赤眼の裁きを唱えます。出た。この子はタップね、かっこいい、はい、そしてここに行きます。バーナインで破壊、パリナ破壊、ボン、あーなんでそう。マクーロでシールド破壊、スーパーシールドトリガー占い、カードをまず1枚引く。バトルゾーンとマナゾーンにある自分のジョーカーズの合計枚数以下のコストを持つクリーチャーを全て破壊する。あ、合計、ちょっと待って、合計枚数1、ちゃんの2、3、4、5、6、7、8、8枚あります。8枚、コスト8以下のクリーチャー全て破壊。はい、パパの全破壊。よっしゃー、大逆転。これはドドドドバカー。うわー、ダイレクトアタック決められなかった。よし、で、これは呪文なのでボチへ。はー、そうきたか。よし、ターンエンドです。はい、アンタップ、ドロー。マナチャージ9マナ。さて、9マナ溜まったから6マナ使ってビギニングザメラビートを召喚。マスターメラビート、超絶吸激震を召喚。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、バトルゾーンには自分のジョーカーズ一旦つき相手のシールドをシスプレイクする。ダブルブレイク、ダブルブレイク、ここね、うん、ありません。ビギニングザメラビート、シールド1枚破壊、ありません。で、一番下でワンドロー、はい、ターンエンド、アンタップ、ドロー。確かにな、はい、じゃあ8マナ使って俺の正義を貫くぜ、オブシディア DG を召喚。オブシディア DG 出ちゃったって、あれ、イエーイ、スピードアタッカーじゃない、スピードアタッカーではない。やったー、ターンエンド、よっしゃー。しかし相手のターンの初めに自分のシールドを1つ手札に加える。自分の山札の上から2枚を表向きのまま
新しいシールドとしてシールドゾーンに置く。うそだ。こうして手札に加えたシールドカードのシールドトリガーを使ってもよい。ということでシールドトリガー2つ。え、うん、どうだった。はい、まずはシールドトリガーで、このクリーチャーがバトルゾーン出た時自分のクリーチャーを1体タップしてもよい。そうしたら相手のクリーチャーを1体選びタップするんだって、うん、ということでタップします。でだからもうこれもう始まってるからね、タップ状態ですね、はい、で、このあこの子もタップするんだっけ。そうだね。あ、待って待って、これタップしたんだからまずタップで1枚ドローします、はい、で赤眼の裁きもタップする能力なので、まあこれはこちらにそのままじゃあのターンですよタップドロー、マナチャージ10マナか。ジョーカーズオーバーエクスプロード2とヤッタイマンの能力で、うん、6マナで超絶級激震音を召喚。自力で出てきた。スピードアタッカー。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時バトルゾーンにある自分のジョーカーズ1体につけ相手のシールドを1つブレイクする。というわけで1、2、3、じゃあこの2枚だね。バリバリーン、頼む来てくれ。お、シールドトリガーありました。 DNA スパーク、相手のクリーチャーすべてタップするです。ズワー、あーよかった。自分のシールドが2つ以下であれば山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとしてシールドゾーンに置いてくれる、はい、なんて、はい、いや粘るな。ジマナ使ってで、ジョ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 ーカーズ、はい、ジョ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 しかないのか。3、4、パーリナよ手札へ。パーリナ、はい、山札の一番下でもう山札の残りが少ないそうだね。2マナで、うん、占い師、占い師にもなってカード1枚引く、はい、で、墓地へ。ああ、あー、僕も墓地へ、はい、1マナ使ってやったりマン召喚タインド、タインドです、はい、やばい、アンタップちょっとやべえ。いや長い戦いだったね。ドロー、マナチャージでまずは2マナ使って1番対クリスタを召喚。召喚より。7マナ使って正義はここにある、オブシディア DG を召喚。2体目まあそんなこんな言ってもあれなんですけど、オブシディア DG でダイレクトアタック。なんか楽しかった、久しぶりにすごい長く楽しめた。しかもこれの僕の残りの山札の枚数、ね、残り8枚って、そう、こんだけ激戦だったってことだよね、うん、ここまでなかなかやらないよ、うん、ね、すごい、だから楽しかった、うん、はい、ということで今回はデュエルマスターズの超メガ盛りプレミアムセブンデッキで遊んでみました、はい、楽しかったね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしく、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。